メジャーリーグ起工は11月30日、日本時間、異稼働。エンゼルスの大谷翔平選手、27、が、年間で最も活躍した指名打者に贈られる、エドガー・マルティネス賞を受賞したと発表した。1973年に同賞が設立されて以来、日本人選手の受賞は初。TBS ニュースによると、今季のメジャーリーグでの主な表彰は終了。大谷翔平は、打撃のベストナインと言われるシルバースラッガー賞。ア・リーグの MVP。専門誌、ベースボールアメリカの年間最優秀選手など含め、11冠に輝いたという。世界が大谷翔平の活躍に沸いた2021年。しかしシーズン中、大谷翔平が苦渋を飲まされたことをご記憶だろうか。6月12日のダイヤモンドバックス戦で先発登板した際、1イニングに2つのボーク判定を受けたことは大きな話題となった。大谷翔平がメジャーでボークを取られたのは初。日本でも、2014年に一度あったきりだ。スポーツライターの広尾明氏は当時、二つ目のボークは、大谷翔平の審判への態度が招いた可能性が高いと説明した。最初のボークで大谷翔平は、なんで?というジェスチャーを見せましたが、あれはメジャーでは絶対にやってはいけないこと。審判に対する敬意を欠いた行為に移ります。バッターとしても、大谷翔平は、審判の厳しい目にさらされた。5月22日のツインズ戦では、明らかにボールと見られる投球をストライクと判定され、打席で首をかしげる大谷翔平の姿があった。こうした打者、大谷翔平に対する厳しい判定は目に見えて、増加。6月21日のタイガース戦では、内野陣のシフトで空いた三塁側を狙って、大谷翔平がバントの構えを見せると、投手が投球寸前で動作をストップ。だが、大谷翔平が球審に抗議するもスルーされ、その打席は三振に、ファンとしては、後味の悪い出来事として、鮮明に記憶に残っていることでしょう。しかし、この大谷翔平包囲網をかいくぐり、MVP に輝いたことで、本物であることを証明できました。確かに審判団からすれば、当時の大谷翔平はまだ2年目の選手と思われていたのかもしれません。ただ、蓋を開けてみれば、今季は本塁打46打点100盗塁26の大活躍。今や審判団も、一流選手として大谷翔平を認めざると得ないと言えます。スポーツ指揮者来季の活躍も期待されている大谷翔平。11月15日の記者会見では、自身のチーム残留の可能性を問われると、ファンの人も好きですし、球団自体の雰囲気も好き。ただ、それ以上に勝ちたいっていう気持ちの方が強い。プレイヤーとしてはその方が正しいんじゃないかなと思っていると答えていた。どこに移籍しても、ショータイムは続く気もするが、